been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. はい、どうもこんばんは、やすみーです。今日はですね、カメラとかにつける外部モニターをご紹介したいなと思うんですけれども、外部モニターって正直ね、僕初めて使うんで、なんとなくどういうものなのかっていうのはわかるんですけど、おそらく細かく説明ができないと思うんで、詳しく知りたいなって方は商品のリンクは下の説明文に書いてるんで見ていただきたいんですけど、今回ですね、初めてそういう外部モニターを使ってみて、どういう感じなのかっていうのとか、使い心地だったりとか、あ、これ便利だなって思うようなことがあれば、どんどん発信していけたらなと思っております。なので早速なのですが、その商品を紹介していきたいんですけど、今日やっていくのはこれです。 A6 プラス 5.5 インチ 3D ラットタッチモニターという商品でございます。これ何が何なのかっていうとですね、この商品名からざっくりわかるものは、まず 4K って書いてるんで 4K が対応してるというのと、 5.5 インチのモニターですよっていうのと、 3D ラットっていうのは、あの色のフィルターみたいなやつをこう重ねて綺麗にこう見せますよとか、まあ、今僕がこのログ撮影っていうのをさせてもらってて、ラットっていう色フィルターみたいなのをかけて、本物に近い色味を出しつつ自分の好みの色合いに調整してるみたいなラットを当ててるんですよ。そういうラットを SD カードの中に入れて、この本体におそらく差し込むことによって、ラット適用の映像をモニターで確認することができるというものだと思います。ログ撮影って基本ね、ほとんどもう白黒みたいな感じの映像しか出力されてないから、どういう色味なのかっていうのが正直ね、編集の時じゃないと分かんないんですよ。パソコンじゃないと分かんないんですよ。けどこれはそのラットをね、 SD カードの中に入れてあげて、モニターに差し込みしてあげることによって、適用された映像が見れるから確認がしやすいよねっていう多分ものだと思う。あとはタッチモニターっていうことだから、こうボタンでね、押せると、画面をポチポチ押せちゃうと、そういう仕様だと思います。多分そういう感じで合ってると思うんですけど、見ていきましょうか。はい、それでは商品見ていきましょう。まあ、ざっくり箱はね、こんな感じ、なんかいろいろ書いてますっていうのと、開けるとシュッと開いて、この箱をこんにちは、じゃん、はい、出ました。これはなんだ、これはね、あの眩しい時とかにこう目隠しするような感じのやつ、モニター自体にこうカバーをこうかぶせるみたいな、そういうやつだと思います。で、あと本体、よいしょ、これが本体で入ってるものは、マニュアルと HDMI のケーブルかな、それからモニターを設置する時のアーム、それとなんかサイドのカバーみたいなやつです。多分このセットで組み合わせて使うんだと思います。まあそれは置いといて、本体ですよ。いきますよ、せーの、よいしょー、キラッキラやん。もう剥がしちゃおう、これ、せーの、ピラ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 ー、おお、いいじゃんいいじゃん。これが 5.5 インチだそうです。まず上の部分からいくと、電源ボタンと、これ三脚穴かな、それとあとくるくるのメニューとかって書いてるところ、これで多分操作ができて、押し込むことで決定ボタンみたいな、そういう感じで、あとこっちの横行くと、また三脚穴があって、あとはこっちに行くと、出力のねモニタリングができるようにヘッドホンを挿す端子と、またここにも三脚穴が切ってて、あとは DC イン 12V 12V の電源をこう挿して電源を供給することができると。で、さっき言ってた SD カードを入れるところ、これフルですね。あとこっちに行くと、こっち DC アウト 18V って書いてます。なんでここから出力される電気はカメラとかに供給することも可能なんだろうね。ケーブルをこう別個で買わないといけないと思うんだけど。で、あとは HDMI のアウトとインがついてると。なんでカメラから出た出力、HDMI の出力っていうのはカメラのインのところ、ここですね。HDMI のインっていうところに差し込めば、ここのモニターに映ると、そういう感じだと思います。ほんで最後裏行くと、バッテリーを入れるところとバッテリーを外す時のボタンがくっついてるという感じですね。まあ、バッテリーがなければこの 12V、 意外とね 12V のやつってね、家に転がってたりとかするんですよね。ただ今僕の家には見つからなかったので、バッテリーを入れたいんですけど、これバッテリーついてなくて、あれみたいな感じなんですけど、これね、あのソニーとかね、キャノンとかのバッテリーお持ちの方、カメラのバッテリーお持ちの方はその商品が使えるよっていうものもあるので、商品のページ確認してみてください。で、今回ないのでどうするかっていうと、昨日紹介させてもらったこちらの LED ライトあるじゃないですか、これと同じバッテリーが
使えるようなので、そのバッテリーを使いたいと思います。なのでバッテリーをこういう感じでガチャッと装着できる。ガチャ OK 入りました。あ、電気ついたね。ほんで電源のボタンをこうガチッと押します。あ、つきました。こんな感じ、バッテリーの残量とかね、こういう感じで出ます。ちょっと反射して見えづらいかもしれないんですが、で信号なしで出てるので出力早くしてねみたいな感じですね。でいろいろあるね、ヒストグラムオンオフとかピークフォーカスとか、これ見えるかな、こういうメニュー画面で、こういう風な感じでタッチすることももちろんできるし、あとはここのねくるくるで回してあげることも可能で、ここ行って決定を押すと次のメニューに行けると。意外とねタッチじゃなくてもこのくるくるでも操作しやすいかもしれない。であと下からシュッとやると、どうやらなんかモノクロとかなんかいろいろ出るんだけど、こんなん基本的に使わないっすね、プロじゃない限り。であとねこうスライドすることでバックライトの明るさの調整だったりとかっていうのが変更できます。これ結構いいね。だからさ、モニターがあるないって結構重要なんですよ、カメラって。でね、まあ、今使ってるのがこれの後継機の GH5S っていう機種なんですけど、このカメラだったら全然いいんですよ。このモニターがねくるーっとこう被写体側に向くから、それは全然いいんですよ。けどさ、もうモニター固定のやつとかあるじゃないですか。もう例えばもうここでしか見れない、もうここ稼働しないやつ、こうなると自撮りするときすっごい大変だと思うんですよね、まあ、YouTuber とか特に。であと外とかに出ると結構明るすぎて何が映ってるのか分かんないと。そういう時に外部モニターで綺麗に映るものだったりとか、画面が大きいもの、そういうものがあると非常に使いやすいんじゃないかなと思います。でこのカメラとの設置の仕方なんだけど、もうそのままねガチャってつけれるのかなと思ったらつけれなくて、でもその代わりにこのアーム、これがついてます。これをまずこの三脚のネジ穴みたいなところにくるくる回してくっつけるのかな、こういう感じでつけました。あ、これはちょっとかっこいいぞ。あ、しかもさ、ここにさホットシューのやつがあるから、例えばよ、ここにガチャッとこうモニターつけましたってなったらカメラつける場所なくなるけど、ここにねつけれるんだ。あ、よかった、これはいいわ。だからこういうことですよ、カメラにガチャッとくっつけます。でホットシューをねくるくる回して装着、ガチッと止めてあげます。で一応こうやってモニターもね稼働するから、すごくね角度とかつけた時もやりやすいんじゃないかなと思います。でこっからこっちに出力してあげてモニターを映してあげないといけないから、その時に必要なのが HDMI のケーブル。これカメラによってねフルとかミニとかマイクロとかなんかいろいろ違うんで確認をしないといけないんですけど、これはフルとマイクロかな。なのでフルの方はモニターのインのところに挿して、でカメラの AV アウトの方は HDMI のところに挿すと。こうだよね、はい、こうしました。こうするとこんな感じで接続されます。電源つけてみましょうか、カメラのね。せーの、カチ、これで今ついてますね。こんな感じでつきました。そしたらこのモニターの電源をオンします。じゃん、そうすると、あ、反対になっちゃったけど、ちょっと直しましょうか。はい、こんな感じで直しました。反対にすると反対になります。こういう感じ。もうすごいじゃんこれ、めっちゃ綺麗だよこれ映像。もうめっちゃ綺麗、あ、めっちゃ綺麗だわ。やっぱりね画面が大きいからすごい見やすい。これはいいわ。これはねマジでこっちのカメラ、メインのカメラの方につけたい、それぐらいねいいよこれ。すごいでっかい画面、見る、こんな感じだから、こんな感じ。うわ、これはすごいわね。これめっちゃ大きいでしょ画面が、まあ、今使ってるのも同じぐらいの画面の大きさなんだけど、こういうことですよね。でこれタッチできるっていうのは、あのフォーカスを合わせたりするっていうのはちょっと無理かもしれないけど、こんなに大きいからめちゃくちゃ見やすい。もうこれとこれの違いですよ、非常に見やすい。うわ、これはね、あの撮影の幅が広がるというか、僕結構目が悪いんですけど、あの今ね頑張ってこうモニター見てるんですけど、ちょっとやっぱぼやけてるんですよ。けどそれがこんなに大きくなったらもうバッチリですよ。こんなんですよ、なんか本格的でしょこれ。街でこんなん持ってたらもう何こいつってならない、ちょっと危ないやつになりそうですけど、もう家で撮るんだったらね
めちゃくちゃいいと思います。価格はね結構いい値段するんですけど、撮影の幅というか撮影の便利さというかそういうものが1段も2段も上がるようなアイテムかなと思うので、気になる方はですねぜひチェックしてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではバイバイ。